アナントールは、大分県大野郡小形町出身の、元プロ野球選手。小学3年時に野球を始める。柏原校では怪我の影響で公式戦未勝利に、終わった。首都大学野球連盟所属の女西大学では4年次の、春季リーグ戦で最優秀選手賞を受賞した。2007年に、社会人野球の日本通運に入団。2009年には、 ヒカツヨからとともに、第38回アイブフワールドカップ、日本代表に選出された。2009年のプロ野球ドラフト会議で、オリックスバファローズから5巡目で指名。契約金4000万円、年俸1000万円という条件で入団した。背番号は43。オリックス時代2012年11月5日に、東野俊、山本和作との交換トレードによって、 勝木良太とともに、読売ジャイアンツへ移籍することが発表された。背番号は99。巨人に、球団職員として引き続き在籍。2017年からは、球団が運営する、少年野球スクール、ジャイアンツアカデミーのコーチとして活動する。2018年限りで、アカデミーのコーチを退任。2019年から、ジャイアンツの広報部に就任。 低めにボールを集め頃を打たせて取るタイプ。最速時速 140km を超える直球、縦のスライダー、フォークボール、ツーシームが持ち玉。先発とリリーフの両方をこなせると評価されている。川口和久コーチはストレートを評価する一方、変化球の精度が課題だとしている。オリックス時代はスライダーを中心とした変化球投手だったが、 巨人移籍後は新たに習得した、ツーシームと直球で攻めるタイプに変わった。2012年秋にサイドスローに転向したが、翌2013年の春季キャンプでは、腕の位置を再び高くするなどフォームを模索している。サワン投手では、珍しいスイッチヒッターであったが、プロ2年目の2011年より左打ちに登録を変更している。ありがとうございます。